七クマ。だから俺はこういうの興味ないって言ってんじゃん。俺は近藤直樹、25歳。なんで文句を言ってるのかというと、合コン行く予定だったやつが急に残業入ったからってドタキャンされて困ってんだよ。俺を助けると思ってさ。会社の同僚である日向悟に無理やり合コンに付き合わされてるからだ。まあまあ、そこで運命の出会いがあるかもしんねえじゃん。いつまでも元カノのこと引きずってても仕方ねえだろう。だよそれ。俺の運命の出会いはもうあれで終わっちまったんだよ。こちらご予約のお部屋になります。どうも。なあ、やっぱ行かなきゃダメか。何言ってんだよ、楽しもうぜ。すいません、遅れました。どうも。そう言って座敷を見渡してハッとした。え、直樹？そこに5年付き合って婚約破棄された元カノ、住田青葉がいたからだ。俺と青葉の出会いはサークルでの新歓コンパだった。サークル入ったはいいけど、釣れはボランティア興味ねえって、俺一人での参加で知り合いいなくて釣れ。隣空いてますか？はい、1年生？はい、福祉学部の住田青葉です。俺も福祉学部。よかった、喋ってくれる人いて。俺一人で参加してめっちゃ緊張してて。私もです。仲間がいてよかった。あ、何飲む？新刊でパンケーキとか頼んだら引かれちゃいますかね。いいんじゃね、好きなの頼めば。でもみんな飲み物だけみたいだから、このふわふわ七クマパンケーキ食べたいって思ってたんだけどな。じゃあさ、またここ来ない？え？あ、いきなり会ったやつにんなこと言われても行くわけねえよな。うん、ぜひぜひ。うわ、かわいすぎんだろ。俺はその瞬間恋に落ちた。俺たちはそれから少しずつ距離を縮めていった。はよ。あ、直樹くん、おはよう。そっか、同じ学部だから講義一緒になることもよくあるんだよね。隣いい？うん、もちろん。あー、七熊カフェいつ行く？すぐにでも行きたい。むしろ今日のランチでもいいし。今日って午後から講義入ってる？入ってるけど予言だから、それまで時間あるよ。もしかして子供診療の心理学？うん、それで直樹くんも？そう。あ、嬉しい。じゃあ七熊カフェ行ってまた一緒に戻ってこよう。ふわふわ七熊パンケーキです。わー、かわいい。うまそうだなこれ。半分こする？いや、青葉ちゃんが食べたかったんでしょ。俺は大丈夫。全部食べきれないから手伝ってくれると嬉しいんだけど。青葉ちゃんってあざと系女子？それとも天然なのか？どっちにしてもこれはやられるだろう。あーと、残ったら食べるかな。やった。なあ、今度の実習一緒にやんね。私も聞こうと思ってた。今度のボランティアサークル保育園だろ？うん、そうだね。どうやって行くの？電車とバスで行こうかなって。俺さ、親の車借りて行くからよかったら乗ってかね。え、いいの？めっちゃ助かる。ああ、もうかわいすぎてつらい。そんな片思い期間が半年過ぎ。私たちっていつも一緒にいるよね。講義もめっちゃかぶってるし、サークルも一緒だし、ランチもしてるし。だな。なんかカップルみたいだよね。え、ああ、だな。だったらいっそ付き合っちゃう？え、今なんてなんて。付き合う、てか付き合いたい。青葉ちゃんの彼氏になりたいです。よかった。え、なんで青葉ちゃん泣いてんの？だって直樹くん私のこと好きなのかなって感じなのに、ずっと何も言ってくれなくて、勇気出して告ったらびっくりしてて、私の勘違いだったんだ。冗談にしなきゃって思ったから。ごめん、
俺も青葉ちゃん俺に気があるかもって思いながら、でも勘違いかもとか、振られたらこれまでみたいな関係でいられないとか、いろいろ考えて言えなくて、だから青葉ちゃんから告られてびっくりしすぎて固まっちまった。両肩思い終了だね。だな。これからは恋人としてよろしく。うん、よろしくね。周りからはようやくかよなんて突っ込まれた。それぐらい俺たちがお互い好きなのはバレバレだったみたいだ。大学を卒業しても俺たちの交際は続いた。大学生の時みたいに会いたい時に会えなくて喧嘩することもあったけど、お互いが必要だってことは変わらなかった。俺たちが付き合ってから5年後、青葉、結婚しよう。俺は青葉にプロポーズした。直樹、はい、よろしくお願いします。二人で幸せになろうな。うん、俺子供たくさん欲しい。気が早すぎ。青葉だって保育士やっててしょっちゅう子供可愛い子供欲しいって言ってんじゃん。そうだけどさそれがあんなことになるなんて。青葉が平日に呼び出しなんて珍しいな。ずっとイベント続きで忙しくて会えないって言ってなかったか。てか青葉、顔色悪くないか。痩せた気がするし、忙しくてもちゃんと食わないと元気出ねえぞ。うん、どうした、なんかあったか。私、直樹と別れる。は、何の冗談だよ。冗談じゃないよ、この指輪も返すから。青葉、こんなの意味わかんねえよ。ちゃんと理由聞かせろよ。もう直樹のこと好きじゃない、嫌いになったから。嘘だろ。私のことは忘れて。呆然と立ち尽くしてハッとした。青葉を追いかけないと、こんなの納得いかねえ。慌てて青葉を追いかけたが、青葉はすでにタクシーに乗って走り去っていた。なんなんだよ。その後 LINE はブロックされ、電話も通じず、青葉の住んでるアパートを訪ねてみると出ない。青葉、もう一度話がしたいんだ、頼む出てくれ。住田さん引っ越しましたよ。そうなんですか。先週だったかしらね、わざわざ挨拶に来てくれて。若くてもしっかりしてていい子よね。そんな。その後、職場の保育園もすでに辞めていることが分かり、青葉の親友のカナに連絡しても、別れた理由もどこにいるかも分からないと言われた。最後の頼みの綱は青葉の実家だったが。ごめんなさいね直樹くん、青葉はあなたとはもう会いたくないって言ってるの。婚約破棄の慰謝料は支払うから、そっとしておいてもらえないかしら。俺はお金なんかいりません。ただただ青葉に会って話がしたいだけなんです。ごめんなさいね。申し訳なさそうにしながらも頑なに、青葉と話させてくれないおばさんの態度に、本当に俺たちの仲は終わってしまったのだと気づいた。これ以上しつこくつきまとっても嫌われるだけだよな。連絡を絶たれ、引っ越し、職場を辞めてまで俺とのつながりを断ち切ろうとした青葉に納得いかないものの、俺は青葉を追いかけるのをやめたのだった。あれから半年が経っていた。青葉は相変わらず綺麗だ。ぐっと胸の奥深くに無理やり沈めていた彼女への思いが急激に溢れ出し、苦しくなる。どうしたらいいんだよ。よっ、久しぶりって声かけるか。でも俺青葉に嫌われてんだぞ。知らないふりするべきなのか。直樹はそこの空いてるとこ座れ、俺はこっち座るから。サトシが指定したのは青葉の隣だった。キャー、なんで都合よく隣が空いてんだよ。隣いいかな。うん。これ気まずすぎんだろ。だからってすぐ帰るのも合コンぶち壊したし、適当にみんなが盛り上がったとこ見計らって帰るしかねえな。久しぶり。おう、ちゃんと俺って認めてくれんだな。元気だったか。うん、直樹は？まあ仕事は相変わらず忙しいけど、なんとかやってる。まだ七熊薬品？うん、営業のまま。
今は新人連れて歩いてるからいつもより大変。そっか。青葉は？私はずっと地元にいたんだけど、最近こっちに戻ってきて、前の保育園でまた働き出したの。そっか。俺と顔合わせたくないためにそこまでしたのに、偶然再会するとか皮肉なもんだよな。あのさ、今日ごめんな。俺ここに来る気なかったんだけど、人数合わせで呼ばれてさ。だから少ししたら帰るから、青葉は楽しんでけよ。直樹。その時すごい勢いでテーブルを叩く音が響き、思わず全員が注目した。何やってんの青葉。違うでしょ、直樹くんに何か言うことあるんじゃないの。彼女の顔を見つめて思い出した。同じ大学で青葉と仲が良かったカナダ。私は何も。だったら私が言う。やめて。だったらちゃんと話しなよ。私青葉に泣きながら頼まれたから別れの理由言わなかったけど、直樹くんにずっと罪悪感抱いてた。サトシと付き合い出して直樹くんの同僚だって知って、彼がまだ青葉のこと引きずってるって聞いて辛くて。ごめん直樹、お前たちのことをほっとけなくてさ。今日合コンだって騙して無理やり二人をここに連れてきたんだ。お互い忘れられずにいる二人にちゃんと話し合ってほしくて。え、お互い忘れられずにいるって青葉も？どうしてそんなことするの。私は直樹に会いたくなかった。俺は会いたかったよ。青葉に会いたくて、会いたくて会いたくて仕方なかった。直樹。だからちゃんと会いたくない理由を聞かせてほしい。青葉、行ってきな。うん。ここ青葉が俺に別れをつけた公園だな。だね。聞かせてくれないか、俺と別れた本当の理由。私、子供が産めない体なの。え？卵巣の腫瘍が見つかってね、右の卵巣を全摘出したの。でも卵巣ってもう一つあれば子供を産むことはできるんだろう。手術後はね、偽閉経療法って女性ホルモンの分泌を抑えて閉経した状態を作るの。だからその間は妊娠できない。それにね、もう片方の卵巣や卵管が癒着する危険があるって言われてたし、排卵障害も抱えてたの。なんで言ってくれなかったんだ。だって直樹、子供たくさん欲しいって言ってたじゃん。私、そんな直樹に子供が産めないけど結婚したいなんて言えなかった。直樹の将来の夢を潰すことできなかった。違うだろう。俺が考えてたのは青葉との子供で、青葉がいなきゃ意味ねえんだよ。直樹。俺はたとえ青葉が子供が産めない体でも青葉と一緒にいたい。なんで5年も一緒にいたのにそんなことわかんねえんだよ。ごめん。俺こそごめん。青葉が辛いの気づいてやれなかった。なんで青葉がこんなことしたのか深く考えて、無理やりにでも会いに行って話聞けばよかった。それでも絶対話さなかったけどね。あの時の私は人生に絶望して直樹との未来を考えられなかったから。青葉が辛い思いしてた時に支えてやれなくてごめん。私は直樹がいい人見つけて結婚して子供できて幸せになることが私の幸せなんだって思ってた。俺には青葉しかいねえよ。ごめん。私も直樹しかいない。だったらさ、別れる必要ないんじゃね。いいの、こんな私でも受け止めてくれる。こんな私とか言うな。俺の最高の彼女で婚約者だ。直樹、ありがとう。改めてお嬢さんをもらいに伺いました。その後
俺は青葉の実家に行き、ご両親に挨拶した。直樹くん、青葉を受け入れてくれて本当にありがとう。娘よ、どうかよろしく頼む。はい、必ず幸せにします。それから5年後。おめでとうございます。元気な男の子ですよ。様々な困難を乗り越え、俺たちは子供に恵まれた。青葉、お疲れ様。いろいろ大変だったよな。本当にありがとう。ホウキが支えてくれたから頑張れたよ。私こそありがとう。みんなで幸せになろうね。ああ。うわ、ちっちゃい。一昨年産んだばっかなのに、赤ちゃんってこんな小さかったんだって思うわ。先輩ママさん、頼りにしてます。直樹、夜の授乳の時とおむつ替えは新米パパとしての見せ所だぞ。無視してるとずっと嫌味言われるからな。おう、まさか私が直樹と結婚して子供までできるなんて思わなかった。あの時私たちを再会させてくれたかなとサトシさんのおかげだよ。本当にありがとう。ああ、感謝してる。ちょ、泣かせないでよ。子供産んでから涙腺おかしくなって涙もろくなってんだから。ほんとそれな。俺隣で普通にテレビ見てて泣き出すからビビるもん。サトシは情緒がなさすぎなの。こんな風にずっとずっと青葉とみんなと笑っていたい。青葉、俺の元に戻ってきてくれてありがとな。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画7クマでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。